ミュンヘン空港、ミュンヘン空港、正式名、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス空港は、ドイツ南部のバイエルン州ミュンヘン郊外、市内から北東、約28キロメートルのフライジング近くに位置する国際空港である。空港コードは、MAC、IATA、エドム、ICAO、ルフトハンザドイツ航空とスター・アライアンスのハブ空港でもある。 1992年5月に開校した。正式名称は、バイエルン州の州首相やドイツの連邦財務大臣を務めた政治家、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスの名を冠したものである。2006年には、約3100万人の旅客人員があり、ドイツでは2番目、ヨーロッパでは7番目に旅客人員が多い空港であった。イギリスの調査会社スカイトラックスによる、 ワールドエアポートアワード2016で2014年2015年に続き3年連続で世界第3位、ヨーロッパでは第1位の空港に選ばれた。1955年にはすでに旧空港の滑走路を拡張する計画があったが、1960年に米軍輸送機が墜落した事故により55名が犠牲になり、郊外に新たな空港を建設する。 必要性が高まった。1963年3月に新空港建設予定地の選定が始められ、3年後にホーホールリンガーの新人とアーディンガー・ムズが敵地として推薦された。1974年は新空港計画を承認申請した。連邦行政裁判所で行われた5年間の公聴会を経て、1979年に 連邦政府により滑走路3本からなる新ヘ編空港の刑が承認された。しかし、上述の事故の影響もあり、地域住民らによる異議申し立てがなされ、反対派住民5724人から5724件もの訴訟が出された。行政裁判所で調停が続けられる中で、当局は1980年11月に着工に踏み切ったが、 反対派住民らの上告を受けた裁判所が認可手続きに問題あり空港規模が大きすぎるとして1981年4月に仕留めの裁定を下したそのため一時は空港の実現すら危ぶまれたが日本の新東京国際空港成田空港建設にあたっての流血の事態が知れ渡り暴力による主張は 双方の犠牲が大きな割に何も解決できないとの指揮のもと、空港公団も反対派も、非暴力による解決を目指した。当局は、ゴリ押しの姿勢を捨て、地元の理解を得るために250回に及ぶ、対話集会を4年間開催した。ケルンボン空港と同様、国際空港の需要バランスを良くするためミュンヘンやアウクスブルクのの地域人口を考慮し、 うまく取り込めるよう双方の間で議論がなされた。これらの対話によって、空港規模は当初計画の2050ヘクタールから1387ヘクタールに、滑走路は将来計画を含めて4本から2本に縮小された。それによって反対派は、空港建設に原則同意し、空港公団は1986年春までに約400人の土地所有者からの用地取得を実現した。 その後、反対運動の争点は、騒音問題に移り、騒音郊外の防止と夜間飛行禁止が求められたが、1989年7月に裁判所の夜間飛行は昼間の発着の5%とするとした調停案を双方が受け入れた。同時に、空港ターミナルビルのデザインについても、対話の議題に取り上げられ、そこで出された方針に基づいて、ガラスと樹木を多用した。 明るく開放的で、親しみやすいデザインが取り入れられた。これらの25年もの取り組みを経て、ミュンヘン空港の完成は当初計画より7年遅れることとなったが、1992年5月に開港を実現する。反対運動が渦巻き限界体制の中で開港した成田空港とは、対照的に地域社会が祝福する中での角出であった。 1994年には、成田空港問題円卓会議に参加する日本の運輸省、新東京国際空港公団や従団体などから、なる調査団が現地で視察を行っている。建設が始まった当時、フラハイムという村が空港予定地に存在したため、住民約500名が他の地域に移転した。ルフトハンザドイツ航空のメインハブ空港であるフランクフルト空港が、 飽和状態で出るため、2018年現在、ミュンヘン空港はドイツ第二のハブ空港として、機能している。2003年6月に、ターミナル2がオープンし、ルフトハンザドイツ航空をはじめスターアライアンス各社が、利用している。ミュンヘン空港の発着機数の増加により、第三滑走路の計画も存在するが、近隣住民から反対の声も上がっている。ミュンヘン空港には、 開港時から供用されているターミナル1と2003年より供用され、主にルフトハンザドイツ航空とスターアライアンス各社で利用されているターミナル2の2つのターミナルがある。ターミナル内には空港内の自家醸造所で作ったビールを飲むことができるエアブロイ、エブラウがある。なお、このエアブロイのビールは毎年名古屋中部国際空港にルフトハンザカーゴにより空輸され、 同空港内の店舗で味わうことができる。ドイツ以外でエアブロイを飲めるのは中部国際空港のみである。ターミナル1は現在、スターアライアンス以外の航空会社68社が利用しており、ホールは中央部分と A から F の6つのスペースに分けて使用されている。ボーディングブリッジは21あり、旅客エプロン西側に60の中機場がある。 1992年5月17日にオープンし、延べ床面積は19万8000メートルあり、年間約2500万人の旅客を取り扱っている。ホール F はイスラエルの航空会社が使用する安全対策が強化されたエリアで、ドイツ連邦警察局、バイエルン州警察のカチェックされ、バスでゲートの外へ向かう。ターミナルには2003年6月19日より、 共用され、現在ルフトハンザドイツ航空や、スターアライアンス加盟航空会社、地域定携航空会社、計26社が利用している。26万メートルの延べ床面積があり、114のゲート、24のボーリングブリッジ、75の旅客イプロンで構成され、他に小型航空機のための47の搭乗場所がある。 年間2000万から2500万人の旅客を取り扱うことが可能である。将来的にはターミナル1とターミナル2で年間5000万人程度を取り扱えるよう計画されている。ターミナル内での必要な最短接続時間は約30分であるとルフトハンザドイツ航空と空港側は公言している。ターミナルには利便性の良さや快適さから ミュンヘン空港のハブ空港としての地位を大きく押し上げた。ターミナル1とターミナル2の2つのターミナルをつなぐ中央エリアはビジネスやショッピング、娯楽の場となっている。延べ床面積は4万6千メートルあり、航空会社や多くの旅行会社も入っており37のチェックインカウンターがある。ターミナル2と同時に作られた大きな外の空間と、 テントのような部分的に透明な屋根も特徴的である。ケンピンスキーなどのホテルも含まれている。地下には S バーンのホームがある。ミュンヘンエアポートセンターは空港内にある商業施設やオフィスセンターで1999年にオープンした。中央エリアとターミナル2の間にある。MAC フォーラムはヨーロッパのオープンスペースとしては最大と考えられ。 一万メートルのスペースがある。毎年、冬季に、マーケットが開かれるが、その際、スケートリンクも開設され、多くの人がやってくる。その他にもいろいろなイベントの会場として利用されている。貨物取扱施設は、ターミナル1、ターミナル2の西側にあり、2007年には、国際間取引のための建物が増設された。など。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。